まず2人はワールドカップの2戦というんですか、ポーランドとイギリスに行ってきたという。そうですね、久しぶりそういう本格的な大会というのはどうでしょう。まあ、緊張もかなりしたんですけど、すごい楽しめて、充実はしてました、ね、両方、チームスプリントに出て、一つはイギリスは 1000m の独走もやってた。そうですね、ちょっと斬新な挑戦だったんですか、1000m は。調整も、だから挑戦ですか、せっかく行くなら、なかなか走る機会もない、そうですね、オリンピック種目じゃなくなっちゃったんで、その1分2秒っていうのは想定とはどうですか。そこまで出るとは思ってなかったんですけど、全くやってなかったんですか、最近。走ってみたらもうちょっと出るかなっていう。で、帰ってきたのが1週間ぐらい前。そうっすね、時差的なものや体調的なものでいくと時差ボケは結構きついですね。今まで行っても1週間以内だったんですけど、やっぱ2戦行って2週間以上行ってるんで、丸々と長いから完全に変わっちゃってるんで、ちょっとまだ戻しながらというか。そうですね、今の乗ってる感覚自体は悪くないんで、朝早く起きちゃうんで。あと競輪祭、実質的にはグランプリの争いはだいぶ、G1 なので、しっかりいつも通り変化したので、そんな変わりはなく、本当にその優勝してこそというのがずっとこの何年の、そうですね、まずはやっぱグランプリに出ることが目標なので、優勝はいつでもしたいですし、本当にこういうナショナルデーの活躍の中でこっちでも結果出すことが大きなインパクトになるでしょうし、そうですね、やっぱみんながやってることが間違ってない、勝成さんが走れないのが残念ですけど、ちょっと落車があったんですね。そうですね、じゃあいい争いをまた平塚でもできることを待ちながら、今回も頑張りたいです。またよろしくお願いします。